カズキチャンネルのゲストは翻訳者の井ノ口浩二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井ノ口浩二さんね、私バッカイさんって呼ばせていただいてるんですけど、なぜバッカイさんって呼ばれてるかっていうのをちょっと説明していただいてもいいですか？バッカイっていうのは翻訳フォーラムでに入った時に、はい、決めたハンドルなんですよね。はい、翻訳フォーラム入った時点では私会社員だったので、はい、実名でやるのはちょっと良くないというのもあって、ハンドルを決めたんですけどね。はい、その時にハンドルどうしようかなとだいぶ悩んだ結果、はい、留学をしていたのが、翻訳者をするできるようになった、一つの原因だったのもあって、はい、留学先のオハイオ州にちなんだ名前ということで、バッカイになりました。そうなんですね。バッカイって西洋土地の木なんですね。木の名前。で、木の名前。はい、オハイオ州の州木です。州の木です。で、私が留学してたのはオハイオステートって、オハイオ州立大学なんですけど、はい、オハイオ州立大学の、いわゆるスポーツチーム。はい、いろいろこうあるんですけどね、例えばアメリカフットボールとか、あれバッカイズって、はい、バッカイズ、フットボールの、途中のハーフタイムの時にこうチアガールとか出てきてわーってやるんですけど、その時に、はい、マスコットが出てくるんですよ、はい、マスコットはそのバッカイの身が頭になってるやつっていうのがね大学の周りにはバッカイって名前のついたお店が山のようにあって、バッカイドーナツとかね、バッカイオーディオとかね、もうなんかそんなのが山のようにある、そういうとこだったので、はい、それなんです。私のこれ、ハンドルとか、あと、実は法人の名前も、バッカイテクノドキュメンツとなっていて、バッカイってついてるんですよね。だからその、あとメールアドレスもバッカイになってるんで、はい、名刺とかを見て、アメリカ人とかが、君に、OSU と関係ないよね、みたいな、まさかっていう感じで言われて、いや、アルムナイで卒業生ですけどって言って、って言われます。そうなんですね。日本人があんまり、日本人あんまり行くような場所じゃないので、はいはい。そんなの、初めて聞きました。はい、いや、私バッカイさんに初めてお会いしたのはそれこそ翻訳フォーラムの、はい、ちょうどバッカイさんがね、骨折されて腕をこうこういう状態で講演された時ですよ。はい、5年か6年ぐらい前、4、5年前ですね。はい、でその時に、はい、もうミコさんとか皆さんがバッカイさんバッカイさんって呼ばれていて、バッカイさんってなんだろうってずっと思っていて、でお知り合いになってからも私勝手にバッカイさんで忘れていただいてるけど、 B から始まってるから勝手にバイセクールのなんかから来てるのかなって思ってたんです。自転車はつい最近ですからね。あ、そうなんですね。はい、なので今日ちょっとかなりすっきりしました。ありがとうございます。だから、そっちで先に名前が知られてしまって、はい、フォーラムでもバッカイだったし、はい、最初の頃は翻訳関係の雑誌も、はい、バッカイっていうだけで出ていて、実名が出てない、一番最初の時はまだ会社員に出てますから、そういう形で、なので、専業になって実名 で動くようになった時に、はい、どっかで会った時すると、はい、しばらく話した、した後に、もしかしてバッカイさんですかみたいなそう、井ノ口よりもバッカイの方が知られていたっていう。あ、そうなんだね。バッカイさん知ってますみたいな。あ、はい、じゃあ今日も遠慮なくバッカイさんと呼ばれて、はい、もう私の中ではどっちも一緒っていうか、家族も含めて、はい、はい、もうこの名前で通ってますので。あ、そうなんですね。電話してそれこそバッカイさんいますって言ったらつないでくれますそうなんですね。はい、で今日はですね、私の翻訳者デビューっていうテーマで、はい、井ノ口浩二さん、バッカイさんがどうやって翻訳者になられたかっていう話を中心にお話しいただきたいんですけれども、はい、もう最初はどこからでも構わないので、時系列的にご自由にお話しいただければと思います。わかりました。お願いします。はい、でもね、一応翻訳者になったきっかけというか、いう話なので、はい、まずはその瞬間のところから、翻訳者になったのってもともとなるつもりなかったんですよね。はいはい、で翻訳者はなんでなっちゃったかっていう と、 業務の関係で翻訳発注したんですよ、会社員の時に。はい、
で、ボロンボロンのがあってきたんですね。はい。ありがちですね。はい、ありがちです。で、翻訳会社の営業さん呼んで、はい、何これって言って、さんざっぱら文句言って、はい、で、これだったら自分でやった方がマシだってよく言うセリフが出たんですね。はいはい、そしたら、あの、営業の人から、やってみますかって言われて。はあ、まあ、ねえ。そういった手前できませんとも言えず、はい、やったろうやないかみたいな感じで。その時はエンジニアだったんですか？そうですね、まあ、エンジニアというか、まあ、会社員の中でエンジニアから、はい、最後ビジネス系の方へ移ったあたりなあたりとかですけどね、はいはい、まあ、でもということでいきなり仕事をスタートをしてしまったという格好です。うーん、で、まあ、その後、今みたいに専業になった。二足のわらじから会社員辞めて専業になったのは、はい、あの、子供が生まれて、子育てに必要な時間的なやりくりを家庭内でつけようと。はい、うち嫁さんが組織勤めで、二人とも組織勤めだったんで、はい、まあ、二人ともだとちょっといくらなんでも時間的に無理だっていうのがあって、はい、なんだかんだ検討した結果、まあ、私の方がというような形になったんですかね。はい、で、まあ、じゃあ、あの、ちょっと時系列の話しまして、はい、で、そもそもって言って、ちょっとね、考えてみたんですけど、はい、一番のスタートのところは小学校かなと、うん。小学校の時は、まあ、日本語の方ですけど、本が大好きだったんですよね。はい、で、まあ、その少年探偵団とか、はい、アルセーヌルパンとか、シャーロック・ホームズとか、そういうのを学校の図書館で借りてバンバン読んでた。はい、小学校の後半ってあの、クラス委員とかあるじゃないですか。はい、あれ、毎期図書委員やってたんです。おな何かやるっていう話で、はい、結構委員にはあの選ばれちゃうことが多い感じになっていたので、だったら自分がやりたいのがいいっつって、さっさと図書委員やりますみたいな。図書委員をやると、本来借りるはずじゃない時にも、はい、パカパカっとこう貸し出しとか返却の手続きが取れちゃうので、はいはいはい、朝昼放課後って1日3冊借りてたことも、朝借りて昼休みに返して昼休みにまた借りて、放課後に返して1冊借りて家に持って帰るっていう、いつ読んでたんでしょう。学校ですでに2冊読んでたってことですか。そうですね、朝借りて昼休みに返して昼、まあ、いつ読んでたんでしょうねっていう話はあるんですけど、っていうのはあるんですけど、1日3冊借りてた時期とかありました。はい。あと、まあ、あの、親が、まあ、本は割と、よく買ってくれたりしてたんですよね。はいはい、で、マットの方でも話出てくるんですけど、ナルニア国物語ってあるじゃないですか。はいはい、あれ、結構大好きで、あれは県立図書館かなんかなんですよね。から、はい、なんかもう繰り返し繰り返し借りてきたらしいんです。返し者借りてくる、返し者借りてくるっていう感じ。同じ本持ってくる。そう、同じ本。まあ、あれ、数冊、6冊ぐらいのセットなんですけど、はいはい、それをなんかぐる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 の繰り返し借りてたらしいんですね。あんまり借りてくるもんだからって親が買ってくれたと、ね。はいはい、まあ、そんなこんながありました。で、まあでも、あの、翻訳者ですからね、はい、日本語の基礎はこれの時にできたのかなっていう気がするんですね。はい、やっぱ山のように読んでるので。はい、で、まあ、その、翻訳者ですからね、まあ、外国語がないと、翻訳者にならないんで、はい、まあ、外国語っていうと、私の場合は英語になるんですよね。はい、で、この英語は私は中学入ってからになります。はい、まあ、中学校で英語始まりますよね。うん、まあ、だからその時期なんですけど、ただ、ちょっと変わっていて、はい、その時に私は、あの、近所の人、近所に住んでたお宅のお母さんに英語を教えてもらったっていうのがあるんです。はい、そのお宅ってのは、あの、ご夫婦ともそれぞれにアメリカに留学して、そのままアメリカで研究者をされてて、はい、アメリカで知り合って結婚して、日本にちょうど帰国したっていうお宅で。そちらのお母さんに私が英語を教えて、私もと姉とが英語を教えてもらい、そちらのお子さんにうちのおふくろが数学を教えるっていう、なんかバーター家庭教師だったらしいです。まあ、とにかく、あの、そこで英語を教えてもらって、まあ、その方から、はい、まあ、英語は英語のまま理解しろって、はい、英語を使ってる人たちは英語のまんまでやってるんだから、日本語返さないってことですよね。そういうことですね、はいはい、理解しろと。それから辞書は
抜刀のものを買って使えと、はい、ちゃんと読めっていう話 で、はいはい、でおすすめだった辞書でオーブン社のエッセンシャルっていう中辞典があるんです。エッセンシャルって、はい、それを買って、はい、中1の時からずっとそれを使ってました。はい、実は翻訳の仕事を始めた時も手元にあった辞書はこのエッセンシャルの 中辞典一冊っていう状態だったんですけどね。まあ、いわゆる学習辞書じゃなくて普通の中辞典なので、はい、大人になっても使えるということですね。はい、で、まあ、英語はそんな格好でスタートして、うん、あとその、はい、さっきの小学校時代の、日本語の本を読んでたのは、もうこの頃は、割と早川の SF 文庫、SF ものが大好きで、うん、やっぱり理系なんでですね、はい、SF 系とかが好きで、まあ、いろいろ買ってました。うん、あとはその SF 文庫って言ってたんですけど、うん、でも今思い出すのってレンズマンのシリーズでしょって、あとね、うん、火星かなんかのシリーズがあってね、金星かなんかのあと地底世界がどうこうって、どっちかというと今言うファンタジー系ですね、 SF っていうのはね、はい、SF 文庫の中にありましたけど、うん、そんなものをよく読んでました。なんですけどね、まあ、とにかく中学の時も夏って基本的に水泳部です。泳いで、冬はフィギュアスケートっていうか、あ、ここで。もうフィギュアスケートは中学から始められたんですか？スケートを始めたのが小学校の3年生。はい、3年の時にスピードスケート始めて、5年でフィギュアに転向してますから。ちなみにバッカイさん、どちら出身なんですか？出身福岡です。福岡ですね。福岡です。どこにじゃないんですよね。で、福岡で、はい、スケートを始めたのは栃木でですね、宇都宮です。うち親が転勤族で、生まれた時からずっと2年ごとぐらいに引っ越してたので、で小学校上がる時から私は、関東です。で、まあ、そんなわけで部活ばっかりやってる。はいはい、まあ、冬スケートが中心だったんで、はい、夏だけやれる部活ってことで、夏は水泳部だったんですけどね。はいはい、水泳やりたかったっていうよりは、夏だけやって、冬はサボっても問題のないもの。はいはい、チームものはやっぱりみんな迷惑かかるじゃないですか。そうですね。冬はスケートですもんね。で、はい、その、一人のもので、で、しかも冬にシーズンが被らないもの。はいはい。で、水泳部は冬は陸トレとかいろいろやってるんですけど、すいません、スケートのありますからって冬は全然出ていかないと。はいはい、まあ、それでも、水泳だったら許されるという。しかも、スケートのための体力作りにもなるんですね。そうです、そうです。まあ、上体に筋肉ついちゃうんで、ちょっと、フィギュアスケート向きではないとは言われてたんですけど、はいはい、でも、体を動かさないよりいいだろうということで。はい。はい、で、まあ、そんな、あとは結構将棋が好きで友達とよく指してたりとか、はい、エレクトロニクス系のがずっと趣味でなんかあれこれ作って遊んだったり、で鉄道模型もこの頃結構好きで、模型が好きだったんですね。多趣味。いやもうね、ということで学校の勉強してる暇なんかないんですよね。まあ暇はないんですけど、まあまあまあ実はそれなりには取れていた、はいはい、ただまあそれなりには取れるけど、それ以上にその学校の成績を上げようとか全然やらないんで、うん、担任はかなり歯がゆかったみたいですね。なるほど。明らかに実力試験の方が上に行くっていう、定期試験になるとガクンって成績が下がるっていう、はいはい、お前勉強してねえだろって、うん、定期試験は範囲決まってるんだから勉強したらもっとできるはずみたいなこと言われるんですけど、はい、別にテスト取りたくないしみたいな、なんかそんな風なでしたね。中3の最後の模擬試験で初めて学年のトップ、最後の試験ですね、中学校で受けた最後の試験が学年トップだったんですよ。で、担任にお疲れしはるだよなって言われて、一瞬何言われてるのか分からなくて、はっと思って、あ、そういう意味かって何秒かかってやっと言われたことが分かったっていう。まあとにかく高校、まあ、は一応その県内で一番の進学校のところに、はい、というわけで行きまして、うちの中学から20人ぐらい行ってたんで、はい、まあまあ10番以内に入ってればまず間違いなく通るだろうっていうのがあって、うん、はい、まあまあなんとかなるかなって感じで、はい、
で、高校はそっちを受けることにしたんですけどね、高校入試の直前まで、冬がシーズンですから、はい、貸し切りの練習とか、はい、なんか3、4日前の貸し切り練習も出てた記憶があります。で、入試の、時に英語が始まった瞬間にどうも、寝落ちしたらしくて。え、入試の日にですか？入試の真っ最中に、真っ最中です。真っ最中です。会場で試験用紙を配られて、回答を書き始める前に気づいたら寝ていたっていう。どういうことそれ？すごい、それ余裕じゃないですか。疲れてたんでしょ？貸し切りとかやってるから。あのね、あれは冷や汗がきました。その頃の栃木県の高校の県立高校の入試って、はい、全部の県立高校が統一の同じ問題の試験だった。昔の時もそうです、ね、昔ですからね。と、うん、いうことは、いわゆる進学校の方だと、はい、合格の最低ラインがすごく上がるんですよね。ですよね。はい。はい、5教科250点満点で、まあ、230点取ってれば大丈夫かなっていう。220点台だと、まあ、ちょっと微妙になってくるよね、はいはい、という感じなんですよね。はい、で英語なんかは50点満点で、合格者の平均点が 49.5 点とかやね。それで寝落ちしちゃったんですよね。そう。目覚めた時はさすがに冷や汗がきました。もうまず最初に見たのは時計。はい、大丈夫かみたいな、はいはい、どうも一瞬だったらしいっていうことで、よかったです、無事に、はい、合格をしまして、はい、その時はあれでも英語は得意な科目だったんですか？そう、まあ中学校の英語ぐらいはね、普通に、まあまあ、はい、うん、まあ普通に成績取れて、好きな科目の一つだったっていう感じですか？そうですね、割と好きでしたね、はいはい、少なくとも嫌いじゃなかった、はいはい、まあ、数学とか理科とかそっちの方が好きなんですけど、はいはい、まあ、英語もはそれに続くぐらいの感じ、はい、社会とかは嫌いでしたけどね、うん、はい、で高校は英語と数学っていうのがいわゆるこう進度順っていうか、いわゆる成績順でのクラス分けになったりとかしてたんですけど、はい、一応、A クラスにいたんですよね。まあ、A、B、C、A と C、A のケツと C のトップが同じくらいで B が被ってるっていうのはそのくらいの分け方なんですけど、大雑把な、はいはい、まあでも一応 A にいていたんですけれど、実は文法とか全然頭に入ってない、文法書は学校から参考書渡されたの多分入試の時はなんかも含めて何回10回ぐらい読もうとしたんですけど、はい、もっとかな、いつも途中で挫折してまともにできずに、はい、クラスの中でもこいつに文法聞いてもダメと文法全然分かってねえと、分かってないくせになぜか問題になると正解するやつっていう、うんうん、そういう友達の評価、寝落ちしてもトップクラスっていう、いや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 でも高校の英語の時もそのとか英語の試験もだから文法的にどうかってよく分かんないけど、でもなんとなくこれこうな気がするで、はいはい、結構当たるという、はいはい、当たるっていうのはひどいんですけどね、ええ、あと、得意だったのが長文読解、うんうん、長文になるとね、人間が言うことって別に英語でも日本語でもあんまり変わんないじゃないですか、はいはい、常識でなんとなく分かると、うん、まあ、要するに日本語力で英語の試験を解いていたってい う,、うん、そ う, いう、ね、あとあれですね、その近所の奥さんに習っていた時に英語で考えろって言われたっていうのって感覚でなんとなく感覚で正しいかどうかっていう、多分そういうのが培われてたんじゃないですかね。多分そんなんだと思うんですね。で、それでなんとなく分かっちゃうだけに一生懸命文法を勉強しようって気がなくて、いわゆる文法的に説明しろって言われたらさーってそういう状態でした。はいはい。で、まあ、高校時代にたまたまあとですね、松本道弘さんで、はい、英語道場とかなんとか言ってる、はい、人の、確か速読の英語って本だったと思うんですけど、はい、それ、あの人が書き始めた本の割と最初の方だと思うんですけどね、うん、それを読んで、まあ、いわゆる英語は英語のままでっていうパターンの本なんですけどね、はい、やっぱりこれだよな、という感じで、うん、で、そんなこんなもあって、はい、英語のいわゆる試験とかじゃなくて、もっと長いお話を読みたいと、はい、